こんにちは、こんにちは、西の国から。こんにちは、こんにちは、東の国から。だれだりえうられラジオでナイトクラブ、吉田拓郎です。1970年代、初期、まだ時代的には、全国にイベンターというコンサートを主催するイベンターという組織が存在してない頃だったんですが、ほとんどは地元の鑑賞団体とかですね、このコンサートのために結成された急ごしらえの若者たちが主催して、たくさんの歌手とかグループがごちゃ混ぜのコンサートっていうのが、全国を回っていたんです。そういう時代がありました。僕もその中に入っていて、持ち時間が20分とか30分もね、15分とか20分、ステージをやって歌うのは大体、3、4曲から4、5曲で、あとは喋って、まあ、時間をつなぐという、そんなコンサートだったんです。音響とか PA とかそういうものもないし、会場備え付けのマイクしかなく、照明もないし、そういう時代だったんですが、北海道のですね、釧路だったと思うんですが、ライブの後に地元の人たちと、ある居酒屋に入ってですね、ホッケの開き、ね、それを食べながら大ジョッキでビールを煽ってた。で、ちょっといい気分で、もう一軒行こうとか言って表に出たんです。そしたらね、雪が降り始めててね、素晴らしい風情だったんです。で、雪が降る街の中をこう歩きながら、やっぱね、考えるんだな。そういう若い時に、自分はこれから先一体、何を、それからその、どこを目指すべきなんだろう。一体こんな状態がこのまま続くのか、こういうね、みんなと一緒に歌って、ほんの15分ぐらい歌って、なんだか忘れられてしまうような感じのステージを、このまま続けるのか、一体どこへ向かうんだろうっていうようなことを、まあ雪の中を歩きながら妙に、しんみりとこう考えたのを、その景色を、雰囲気をなんとなく僕、景色を覚えてるんです。美代子もしなやか花王フェザークリームリンスとサラサラのオイルリンス。思えば大阪でですね、瀬尾グループとステージをやるので、大阪へ向かう途中だったですが、その日朝からね、体調が良くなくて、で、それでもまあなんとか大阪へ行けば元気になるだろうというふうに出発したんですが、東京、新横浜あたりからあの時ね、かなり不調になりまして、で、ちょっとスタッフに、頼む、名古屋で降りて少し横になりてんだとか言って、スタッフにわがまま言って、で、名古屋で途中下車しまして、そしてホテルを取ってもらって、ホテルで、名古屋のホテルで夕方まで横になっててですね、夕方5時頃だったと思う。なんとか大阪まで行けそうな気がするって言って、もう一回新幹線乗り直して、大阪へ着いて、で、大阪ではもうホテルでイベントの用意してくれた夕食を簡単にもうバーッと済まして、すぐ寝てしまって、で、翌日コンサート、大阪でのコンサートの当日、会場へ入って、リハーサルやったんです。そこまでやったんですが、リハーサルの時も全く元気が出なくてですね、まあ一曲の間こう立って歌ってられない。で、悲しいかな、声も迫力がなくてですね、ふにゃっとした感じで。で、リハーサル終わった後スタッフと話し合って、やっぱこれは無理だと。
これじゃあ、ファンの人たちにも失礼だし、残念だけども中止するしかないんじゃないかっていう結論にみんな達して、それから、大阪をですね、逃げるようにして、ね、すごいこう、なんて言うんだろうな、申し訳ないっていう気持ちと、いろいろ混じった、なんか非常に複雑な心境で、車に乗って車で、大阪を出て東京へ向かって夜中ずっと走ったんですが、大阪にはね、借りがある気がしてんだよね。いや、さっき話した、リハーサルまでやっといて、っていうのがあったから、大阪に2回あったような気がするんで、こういうことが。今度コンサートやるんだったらさ、もう、いきなり今度コンサートやるんだったらさ、って、お前この間今度で最後だって言ったじゃねえかっていう。この間お前今度これが最後だって言ったじゃねえかっていうんだけど、だ今ね、ギターをね、テレキャスターのスペシャルエディションなんですけどね、これをね、今根っこをもうちょっとね、削ってもらって作り直してんだよ。で、これが出来上がったらね、コンサートをやらないっていうのは息苦しいよ。息苦しいっていうか意味がわかんない。とにかく、やりたくなるさ、っていうんで、さ、このフェンダーの人ともね、これ出来上がったらワンツアーだな、なんつってみんなで笑って。そうなるとさ、大阪どうだとかね、まあ普通なら話になるじゃない。思うけれど家を出ることに夢を託して一人きりで暮らしてみようと希望に満ちていた時があった。たとえ都会の片隅であろうと何かが起こりそうな気がして後ろ髪を引かれる思いを明日のために断ち切ってしまった。恋に破れる寂しさで酒に溺れてしまったこともある。人を信じる儚さが心の形を少し変えてしまった。愛を貪る気持ちのまま一人の女との生活が始まり幸福という仮の住まいに子供の泣き声まで加わっていた。外の景色が変わっていく中で人との関わりが煩わしくなり一人の男であったはずだと真実を隠したまま旅に出た。家を捨てたんじゃなかったのか家を捨てたんじゃなかったのか自然であることの不自然さはという名にもみ消され流されるものにたどり着いたのは新しい女との巡り合いだった。女は男より賢かったけれど男は愚かさに身を任すだけ。なぜ愛したのかと問われてもただ押しのまるだけになっていた。この世に美しさがあるのなら綺麗なことの方を選ぼうと優しさや思いやりを投げ出して二人は違う旅に出て行った。家を捨てたんじゃなかったのか家を捨てたんじゃなかったのか今東京へ降り立ちつつ僕は長すぎる人生の繰り返しと同じ。大阪駅の電車は何番ホーム繰り返し繰り返し旅に出ている。
大阪・関西万博の開幕まであと333日、161の国と地域が参加し、シンボルであるリングの中には万博の花とも呼ばれる海外パビリオンが立ち並ぶ予定です。システムキッチングリーンレディー S。 うちお風呂をクリーンアップにしたの。サンドイッチがあったかだし、それステンレスサンドイッチパネル、お掃除も楽よ。それにね、もしもし、ゆくゆく楽々システムバスルームもクリーンアップ。この番組自体は月曜日は例えば泉谷君が特にやっていくしですね、それからあの僕も、本当に機会があったらですね、また出てみたいなと思うんですよ。それから、少しね、いろんなことがありすぎて、休養したいと、そういう気持ちなので、ちょっとの間お休みをいただきたいという雰囲気なんですが、絶対また帰ってくるという気持ちは何か変わってないので。浅田美代子の曲を書いたのは去年のなんか夏過ぎかしらんが、その後僕は浅田美代子と付き合ったりはしとらんしね、極
曲を作ったのがきっかけでなんて書いてあるけどね、いろんな本には。そんなことないよ。その後俺は半年ぐらい知らんもん。だって今年になってこの番組に彼女がゲストで来たのが初めてだったんだから、その時に。で今とても悩み大きい年頃であって、でいろんなことで僕のところへ相談しに来ることはね、事実です。それは認めます。主に歌のこと、音楽面、歌のことでは特に考え込んでるらしいんで、僕のところよく相談に来ます。で僕はそういうのは気持ちよく相談に乗ることにしてるんで、とても気持ちのいい女の子だからね。でそれはこれは人を出すのは失礼だけども、泉谷も陽水もそういう意味ではね、良き話相手なんだ、美代子にとってはね。で例えば泉谷がね、浅田美代子今度新曲出したけども、泉谷真剣になって、美代子ね、俺が言う歌作ってやるからって真剣になって考えて、泉谷が浅田美代子のために曲を作った、その曲はボツになったけども、でもそれぐらいね、一生懸命やってくれてる友達を持てたっていうことは、美代子は、浅田美代子っていう人はね、とても幸せなんじゃないかと僕は思います。泉谷さんは、まあ泉谷さんというか泉谷茂はですね、あの人はエレックレコードだったんですね。そうですね。それでもういつかもう本当に覚えてないんですが、あの当時にエレックの浅沼さんという、これ拓郎のプロデューサーでも当時も最初のあったんですけども、その方がちょっと足の悪いミュージシャンなんだけども、すごくいい、とても言葉もすごいし歌の迫力もあるんだと。で連れられて見に行ったんですね、渋谷のライブハウスですね。そうなんですね。でその時うわすげえなと、思いましたね。結構エネルギーの、うん、たっぷりある。そうですよね、うん、ある面でひっちゃかめっちゃかだし、当時確か渋谷かなんかの、まあ彼が言ってるから歌にもなってるかもわかんないけどね、喧嘩と揉めたりとかね。あ、そうなんですね。道玄坂かな、どっかの交番かなんかの喧嘩と揉めた記憶がありましたね。まあ、それぐらいのことは結構当たり前な、当たり前なんですね、うん、もう当たり前の世の中、そういうのが当たり前みたいな感じなんです。そうですね。今はもう今神経質になりすぎですからね、いろんなことに、坊さんから落語家の芸能人から裁判官までみんな同じ道徳を求められるでしょ。そのたかが歌えて、されど歌えてみたいなところでね、泉谷しげるさんなんかいる人だから、まあそういう意味ではそういうトラブルを起こしても、ああ泉谷だからみたいなね、そういうことって怒るか分かんないけど、その名残がまだあるでしょ、あの人。ありますよね。なんかこんな言い方が適切かどうかは分かんないですけれども、アコースティックギターを弾いててもやっぱりその向こうにロックを意識されてる。まあ、まあ、それはもうある意味で言うと拓郎でもそうです、泉谷でも、生ギターだからフォークだという言い方がこれ絶対におかしいんですよ、うん、そうですよね、うん。Oh, oh, oh.
まあとにかく吉田拓郎という男のわがままをみんな聞く羽目になって大迷惑してきた世代ですから近畿キッズ偉いな吉田拓郎より大人じゃないかと思ってもう尊敬してますね。もう俺らもその近畿キッズぐらい大人だったらね、ああやって喧嘩ばかりしなくて済んだかな嵐のような70年代を傷だらけで駆け抜けた吉田拓郎とフォーライフの仲間たち。しかしその裏では創設メンバー4人のうちの1人がフォーライフを去るという深刻な危機が訪れていた。1977年、泉谷茂が脱退。そういう意味ではロックとかフォークっていうのはジーパン履いてさ、あらよっとこうやっちゃったこのね、そういう若いやつの文化だったのが、まあ何でもこう売れるとさ巨大なマーケット持っちゃうと、どっから湧いてくんだこの業界ジジイがよみたいなやつらが入ってくるわけじゃねえかよ。でそういうやつが何がやれんだこの野郎っていうのが、まあその俺らにとっては目の上の炭鉱部だから、そういう人種とはやっぱりこう相入れないという、まあつまり音楽で言えばエナメルシューズ履いてるようなやつは気に入らねえみたいなさ、でそういう風になってもらいたくないわけよ吉田拓郎にも。そのアーティストがそんなジジイになるんだったら私は別れちゃうよと、つまり言ってもしょうがないだろうと、私に対しても影響ないだろうと、お前らに対してもやったらもう無関係な人間であった方がよっぽどいいわいという気には なりましたよね。しかしだね、止めたのは吉田拓郎だけなんだよね、そのやめるなと。まあ、あれは感動しましたけどね。あと要するには、君がそうなら、しょうがないかな、まあ、わけのわかんない反応でしたし小室さんはそのことについては僕は何も発言しない、だからそれやめろと言ってるようなもんでね。拓郎だけは必死に止めたのはよく覚えてますね、それでもやめたわけですから許さないでしょうね。最後のアルバムっていうのが発表された時に、どうせまた手のひら返したようにまたやるんだろうというからかってやろうと思って他にコメントしたことがあるんですけど、やっぱりそれなりの決断があったんだなということで、茶化すわけにはいかないかなと。やっぱやめるってよほどのことですよ、本当に尊敬し、その判断に大変に敬意を表したいと思いますね。いや素敵なコメントありがとうございます、吉田拓郎のオールナイトニッポン。この放送は東芝 EMI ブルボン BVD 富士を CUS ソニー C メロディだったんですよ森大楽器豪華コーヒーゲリラレコードディスコメイト日本ヘラルド映画ビッグジョン KK ベストセラーズの協賛で日本放送キーステーションに全国29億円ネットでお送りしたいと思う今日この頃。おおおおThank you. 素晴らしい入り気だ吉田拓郎のオールナイト日本。美代子姫はどんなタイプと結婚すればよいか。1泉谷茂、これと結婚すると苦労して、枕を濡らす日が多くなる。小室仁志と結婚すると心身ともほのぼのとした良い家庭が作れるが生活に張りがなくなるハリハリ付けてもなんか食ってもらえない。吉田拓郎と結婚すると夫の浮気で嫉妬深い曲がった性格の女になってしまう。曲がった井上陽子と結婚すると気が狂ってしまう山田パンダと結婚すると老いるまで大切にされすぎて幸せな女の一生を送れる。あ、じゃあいいってこと。ですからね、クソババになってもね、大切にしてくれるという雰囲気があるんですよ。急にそんなクソババ、いきなり時間経ってばクソババの歌っていうのがあったし、自分でクソババって言うかね。クソババになんかパンダさんでクソジジイですからさ、やっぱ他、しょうがないもんね。条件同じなんだからさ、それを深く考えちゃいけないよ。他の女の人追えないじゃないよ。追えないんだよ。え、手に追えないってよく言うでしょ。追えないんですよ。やっぱり自分がクソジジイになったらさ、他の人追っかけても振り向いてくんないもん。しょうがないじゃない。しょうがない。
もっと攻めて攻めて。やっぱりなんだよ一回。小物さんの張りがないっていうのはちょっと生活に張りがなくなる。寂しいね。うん。で幹事さんもなかなかいいみたい。いや癖なんですよ。ね、はい、1970年イメージの歌マーク2でデビュー、うん、これみんな知らないでしょ、うん、これこそはと信じられるものがこの世にあるだろうかって、もうどれだけ聞いたかこのイメージの歌で、聞いてて慰められたりイライラしたり、うん、明日からガッと行くぜと思ったり、うん、この吉田拓郎の歌を聞いてカーッとなって自分の部屋で、うん、最後オナニーして寝る日々中学高校ですか、ね、イメージの歌とオナニーは僕の中でちょっとね続きのフルコース、それ初めて聞きましたね。いやなんかを吐きつけるって感じ、これしか信じられないと思ってオナニーしてました。うわー、観客を巻き込んで中津川フォークジャンボリー、音声トラブルの中人間なんてを約2時間熱唱、うん、これは伝説になってんですよね。ありましたね。2時間一つの歌で、これも知らないでしょ、人間なんてラララララララ、これ何でしてる、コマーシャルソングになったりしてましたよね、はいはい、ものすごいですよ客のノリとか、やっぱり79年ですね。あ、そうです、この人今何してるんでしょうかね。Thank you.
と人間っていうのはやっぱり何らかの形でそのエネルギーを吐き出して吐き出して吐きつけないと生きていけないんだなって感じするね、うん、誰が歌ってて誰が応援してんのかって図式が見えなくなるぐらい、そうですね、ぐちゃぐちゃの世界ですもんね。めちゃくちゃですねあれは。俺覚えてないんですよあのは全然。なんでああいうのは大体覚えてないですね。もうあの終わった後はいろいろ人から聞いたりとかこういうのを見たりして、あこうだったんだなとかいう感じでよく分かんなくなってるんですよね。やっぱ範囲な状態になってるんですかね、あとこれ結婚しようよ旅の宿大ヒット、うん、一度目の結婚これ有名な話ですよね。一度目の結婚された奥さんに歌ったんですよね結婚。そうですそうです。一人目の方、はい、僕の髪が肩まで伸びたら結婚しよう、はい、本当に言ったんですか。本当です。本当に男の子が髪の毛を伸ばしてる時代で、それで、まあ、僕広島から出てきてここぐらいだったんですね、とこの辺まで行ったら、うん、結婚してくれるとありがたいなっていう感じがありましたよね。本当にここまでっていう一つの目安にすると、うん、これも拓郎さんとお相撲さんぐらいしかいないですよね。もう少しで大いちょう言えるぞみたいなそうそうそう。拓郎さんってまあちょっと嫌かもしれないけど3回結婚してるじゃないですか、はいはい、その結婚するときとか離婚するときに必ず歌出してヒットしますよねストレートな2人目の浅田美代子さんのときもそうですよ。やっぱ歌うんだもん俺これはね正直言ってね、まあ、高校時代からずっと聞いてたファン意識ありながらも、ファンってファン意識って残酷でもあってどっか突っ込みたい意識もあるじゃないですか、はい、ずるいなとずっと思ってました、公私混同の極みじゃないですか。あ、まあ、典型的なやつです ね歌売れちゃうビジネス成立する一方で奥さんにプロポーズしてるとか、そうですね。で歌で聞かされたらしびれますよ。しびれますよ。もうそんなこと言われたら。だって例えば僕の仕事が実況中継だとしてもですよ、はい、ね、例えば離婚する時とかにさあ私は今離婚したいわけであります、下半身から上半身離婚の二文字がぐんと貫いてきたとか言ったってもうすますもっと読めるじゃないですか。嫌ですね、俺だってそれ仕事だから。でも拓郎さんの場合は詩があってメロディーがあって歌にして結婚しようとか、うん、別れの歌とか歌えちゃうってのはおしゃれだよ。いやこれあんまりいいことないですね考えると。いやよくないです、公私混同です。ずるいずるいです、でもしびれます。今日はね、あの拓郎君がどうしてねあのテレビ出たかっていうとね、お母さんの方から要望もあるんですよ。お母さんね、広島のお母さん見てますか。お母さんがね最近うちの拓郎がね、うん、テレビ出ないって言うわけですよ。なんで電話通ってこうふうになってる。それで今日はもう出るっていうお母さん連絡してあるしましたよ。もう大変よ。ちょっとお母さん町内にね全部あの町内にいや連絡しちゃったんだって。島田うちの拓郎が出ますからってもうねみんなあなたね親孝行したわ本当に。こんなことやけど親孝行なかなかできませんもんね。いいんじゃないですかね、たまにね。そうよ、いいでしょう。一緒に暮らしてるわけじゃないからね。そうだってこうやってね。どうもお母さん長いのありがとうございました。いい、うわー、いい人だね。もうお母さん大変よ、うん、テレビの前で、ね。どんどんだからあのなんかあの、うん、電話代がもったいなかったら遊びに来て。あ、そうですね。うん。ね、そういうわけですけど、やっぱりタコさんテレビが苦手っていうことあるんですか。そうですね。あの、うん、緊張しますね。緊張する。ステージとちょっと違うから。ええ、それはそうですよね。ステージはなんか。なんかじーっと見られてるんですね。じゃあみんなで今日みんなやめましょうか。騒いでるとすごいんです。騒いで、あ、じゃあのニューブリンドの方騒ぐのが好きですからね。みんなで騒ぎながらじゃあやりましょう。はい。騒ぎや笑いやつって有名なんです。スタンバイしてみて。とにかくね、あの7年ぶりのテレビ出演ということでね。まあ彼が今これが歌ってくれる歌もね、今かなりあのヒットしてきた曲なんですけどね。そうですか、はい、でも私はねびっくりしたの、今までね拓郎さんって、まあ、あまりよく分かんなかったけど、ね、はい、実際会ったらすごいチャーミングなんですよ。男っぽいでしょ。驚いた、ね、すごい言えるね、うん、本当に。はい、というわけでございます。それでは2曲続けてまいります。どうぞ。Thank you.
ひとときをいつまで続くか、君の眠る部屋も同じ雨だね。出てきてくれないかな、いつでも待ってる。愛の歌はこの歌になったのか、辛く長い日々に僕の愛の歌は慰めになったのか、色褪せやすい日々。いつか夜の雨が、いつか夜の雨が、いつか